見聞色の覇気、それは歌の重さを予想する簡単なゲームである。立山校のあゆかです。まあ当てれたらいいなって思います。あ、結構重たい。360とかなのかな。深津浦本校のひばりです。優勝目指して頑張ります。235g。 小学校所属板倉です。主婦の勘なめんなよ。はい、1kg。 パスタコアの小池ルザです。頑張ります。55g です。 55g。学園オンライン校小松佳子です。よろしくお願いします。頑張ります。200g です。蘇我校の、卒業生の柴田です。ワンピース大好きなんで多分当てれると思います。542g。 こんにちは、水美学園野鳥校の遠藤です。まあ一生懸命頑張っていきたいと思います。多分25kg ぐらいです。立海大附属中改め蘇我校校所長の大根田です。頑張ります。680g。 小原校のゆりです。頑張ります。3g です。だと思います。はい、立山校の最上です。頑張って当てます。おー、350g ぐらい。はい、こんにちは、勝浦本校の重原志保です。はい、今回見聞色の覇気ということで、私いつもスーパーですごいキャベツの重さとかめちゃくちゃ比べてるんですよね。なので大丈夫かなってことでちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。多分大体 300g じゃないでしょうかね。どうでしょうか。西美学園蘇我校雅人です。突然やらされたんですけど、とりあえず頑張ってみます。お願いします。なんか入ってるビー玉は やばい、難しい。 32g。 立山校かなでです。頑張ります。800g。 こんにちは、蘇我校3年生小野弘樹です。よろしくお願いします。重さを当てるということで、だいたい牛乳パックが1リットルなんで、1kg、それを目安にちょっと持った感じを覚えてるんで、それで当ててみようかなと思ってます。絶対当てます。これ上から持っても大丈夫ですか。どこまで持てるんだろう。こうやって持ってみた。550g でどうでしょうか。こういう感じでいいですか、重さ。じゃ 550g でかけます。上総校太陽です。よろしくお願いします。そんなには自信ないのですが、やってみたいと思います。ジュース、あ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 、
650でお願いします。じゃーん、立山校の桜井です。よろしくお願いします。はい、挑戦します。あれ、これ結構重いっすよ。これ300どころじゃないっすよ、これ多分。1キロ。小原校、カネピーです。あ、意外と重い、意外と重い。3キロ。整備学園グループ7月より学校説明会スタートします。藤原さん、内容の方は。はい、整備学園の説明が聞けちゃう概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。整備学園チャンネル。542ぐらい。